皆さんこんにちは。本日はスタジオトリガー最新作オリジナルテレビアニメーション BNA スペシャル生番組ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます松田千秋と申します。よろしくお願いします。さあ、すいませんありがとうございます。ごめんなさい。みんなちゃんとして、ね、早速ちょっと賑やかな、ね、声いただきまして、さあ本日改めてなんですけれども、皆さんすでにもうご存知ではありますが、先ほど1話特別配信に加えまして、ただいまもうなんかね、ちょっと若干空気が伝わってきたと思うんですけれども、 DNA 豪華スタッフキャストの皆様とのトークパートの配信となります。それではお待たせいたしました。早速ね、シリーズ構成の中島和樹さん、そして諸星すみれさん、細谷義正さん、長澤まりやさん、そして石川海人さんです。こんな感じで、はい、よろしくお願いします。ね、こんな感じでお送りしておりまして、すげえぬるっと髪の毛なんですよ。全身で皆さん映すんだと思って、うん、はい、ではじゃあ早速ね、まず自己紹介とご挨拶を簡単に、じゃあ中島さんからお願いしていいですか。はい、はい、脚本、それからシリーズ構成の、ね、中島和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、では続いて諸星すみれさん。はい、影森みちる役の諸星すみれです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、続いて細谷義正さん。いや、大神四郎役の細谷義正です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて長澤まりやさん。はい、柴田しなずな役の長澤まりやです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後に石川海人さん。はい、アランシルバス役の石川海人です。よろしくお願いします。一人 YouTuber だよ。よろしくお願いいたします。皆さんのテンション感が意外となんか低くて、すいません、びっくりしてるんですけど、いやいいんだよ、いいんだよ、いいんですか、恐れかないでいいと思います。僕は今浮いてますね。いや引っ張ってくれる。いや、もうさすが石川プロです、ありがたい、ね、ここからちょっと上げてきます。石川プロで合ってる、大丈夫。もう今は合ってないですね。合ってない。プロ出してた。さあ、そしてやってきました海人さん。え、何ですか。あるんですよ。やってきましたみたいな。いや、ようやくね、多分お話が進んでいくとね、うん、そうなんですよ、うん、ぶっちゃけその、まあ、はい、今ネットフリックスでは6話までこう、うん、配信されてるということですけど、うん、6話まで見ていただいてもちょっとまだお話できることが結構少なくて、うん、早くアランのスライドにしてもらっていいですか、ね、どうも、すごい。ということで、財閥グループの御曹司であり、はい、シルバスタ製薬の若き CEO 一見業としているが冷徹な側面もということで、彼の場合は本当に彼が喋るたびにお金の香りがするみたいな、うん、なんていうかすごく、ね、利益みたいなものを考えて、はいはいはい、なのすごくなんか僕としては、はい、この役いただけて本当にやっぱ利益好きなので、うん、利益事務所名からしてもやっぱり利益を追求する事務所なので、はい、そうなんですか。そういう意味ではすごい役に寄り添えるのかなと思いましたね。うん、そうですね、はい、自分とは似てましたか。自分とは似てはどうなんでしょうね。ずっと CEO っぽい子。CEO っぽいね。似ていましたかね。まあ、その演じているという点に、あ、スライドになっていく。やってんのにこっちは。そうですね。